はい、こんばんは。今日から新番組さ、番組のタイトルがサリーズムギフトオブボイスです。お話ミルキーウェイからリニューアルしました。はい、新番組サリーズムギフトオブボイスのサリーです。そしてこの番組は毎回素敵なゲストの方を迎えして、ゲストの方が次のゲストを紹介してくださるというゲストリレーでね、やっていきたいと思いますね。はい、それからゲストの方を巻き込んでの朗読もあります。でも今日はね、あのみんなと今日はやってきますけどもね、はい、毎回これから番組を一緒にやってくれるメンバーの皆さんです。じゃあ端から自己紹介。はい、うさぎ大好き遠藤優香です。うさぎ、はい、沖縄県出身消防車大好きあずさです。消防車、はい、親父ギャグが大好きな浜崎桃です。よろしくお願いします。そうだったんだ。はい、この2週間ぐらいで髪の色が3色ぐらいになってるストームでーす。カラフル、カラフルだね。色落ちてないね、なかなかね。そうですね、うん、赤い感じで、はい、そして今日来てないんで今日欠席なんですが、はい、歌とかね、演劇とかしてるゆかちゃんも加えて5人で、ね、あのアシスタントとしてローテーションで来てくれます。はい、はい、今日はリニューアル初回放送ということで、押し上げのワロップのスタジオから生放送でこちらのメンバーとともにお届けしたいと思います。なかなかね、あの、はい、ゲストさんとかいらっしゃると、あのみんなのことを知る機会がなかなかないでしょ。だから今日はみんながどんなキャラなのかっていうことをなんかいろいろフリートークでやってきて、掘り下げて掘り下げて、そう画面からダダ漏れなダダ漏れそうね、なんかやっていきたいなと思います。だから5人で回すからだいたい2ヶ月半とか3ヶ月に1回ぐらいアシスタント回ってくるかなっていう感じかな、はいね、はい、なのでなんかこの番組の中でどんな、ね、位置づけでどんな風な参加の仕方をしていくかってことを今日なんか公開ミーティングみたいな感じでやっていきたいなと思ってます。実はね、トムちゃんが今到着したばっかり、はい、さっき来ました、さっき来ました、はい、そんな感じでぶつけ本番で届きます。はい、そして今日のお話は、はい、親指姫です。今日も最後までお楽しみに。はい、サリーズムギフトオブボイス、この時間はサリーの部屋の時間なんですけれども、今日はね、もう身内トークでいきたいと思いますね。はい、なんか揺れてますけれども、ね、今ね、何の CM 中話をしてたかって言ったら、トムちゃんがね、東京の端から端に来たよっていうことで、そうです。もう乗り継ぎしながら眠りながら来たから、ちょっと寝ぼけまなこなんだよって話をしてましたね。はい、はい、じゃあちょっとね、あの自己紹介もただやったんじゃあの面白くないから、あのよくね、いろんなね、大きい企業とかでコミュニケーション取るのに使ってる、あの今日はシステムを使って、はい、しりとり自己紹介といきたいと思います。はい、このしりとり自己紹介っていうのは、例えば前の1番目の人が、私はなんとかなんとかなんとかですって終わったら、すから始まることを次の方が、あの単語を使って紹介していくっていうね、あのそういう形になる。で、今日はそれにさらに負荷をかけまして、2番目以降の人は前の人のことをちらっと褒めつつ、なるべくいいところを褒めつつ、あるいは、あの、あるいはね、あるいは普段言えないことを突っ込みつつ、自分の紹介へとつないでいくっていう、あの方法にしてみたいと思いますから、自己紹介中突っ込みどころがあればみんなで突っ込もう。はい、そんな感じでいきたいと思います。じゃあ、はい、端からユーカリンからいきますか。あ、はい、ユーカリンってでもみんな、私ユーカリンって呼んでるけど、みんなはなんて呼んでんの。はい、エンドゥユーカリン、ユーカリン、エンドゥかユーカリンの似た、そう、モモさんだけがユーカリンさんって言ってるね。そうか、なんでエンドゥかっていうと、エンドユーカだからだよね。そうですね、そうね、なんかエンドユーカとユーカリンとユーカリンさんは同一人物です。はい、ということでユーカリンからどうぞ。はい、山形県出身、山形、はい、さくらんぼ、そうですね、さくらんぼ大好き、うん、ラフランスも有名です。そうか、フルーツどころだな。フルーツ王国ですね。虎年獅子座の遠藤優香です。あ、かっこいい、ちょっとかっこいい、勇ましい感じだな。でも見た目こんな、獣、ね、獣、なんか作ったり、うん、あの工作したりするのが得意で、うんうん、飼ってるウサギになんか服とか作って着せて、そうだね、写真撮るのが好き。ツイッターの、あ、そうです、そうです、かわいい、今写真あるけど、そこに近づけて見せる、見せるかな、見せてもいいよ、本当、
どう。でも何いけるのか。うさぎの服を作ってあげたりしちゃうの。かわいい。かわいい。なんとポストカードになりそうじゃない。ねえ、かわいい。うさぎの服ってどうやって作るの。え、なんか とりあえず穴開けて終わり。もっとなんか心込めようよ。意外とちゃんとこうなーってやらならないならないよ。ちゃんと着てくれるうさぎ。そうなんですよ。なんかちょっと違和感ありつつちゃんと遊んでくれます。ガジガジされるかなって思ったけど。へへ、あとなんか種の話は。あ、それはももさんの時に。あ、そうなんだ。ももさんの時に。なんかちょっと足で、ね、なんかちょっとね、お話があります。はい、で私の大好きなものはワンピース。はい、進んできました。ルビーだったからね。はい、はい、す、はい、うん、少しばかり、うん、少しばかり、少しばかりときたよ。少し、なんだ、悪口かな。お土産を悪口かな、これたくさん買いすぎじゃないのかな、遠藤さん。お悪口じゃないの。いやー、ユーカリンがね、ちょっとどっかでみんなで出かけたりすると、うん、とにかくお土産屋さんに行く。一番長くいる、うん、一番荷物が多くなる、うん、なんかたくさんとにかく買うよね。あれは人にあげるために買ってんの。自分のお土産とか買う。ちょっとごまかさないで。そんなに買ってない。いや、買ってる買ってる買ってる。いつもすごい買ってる、ね、人の3倍は買ってると思うよ。買ったとすごい後悔してるもんね。そうだね。でお金なくなる。みんなにそれはやめなよとか言われてるものあるよね。そうですね。そうだね。お土産買いすぎ、はい、制される、はい、最初でも話した通り沖縄県出身で、うん、消防車が大好きで、うん、自分の紹介もするのか。そう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 。うさぎ年うさぎが好きなんじゃなくて、うさぎ年、おうし座、おうし座、大型、大型、穏やか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 、うさぎ年、うさぎ年、いいな、です。あと、はい、あとは映画が好きで、うん、家に今100本くらい DVD 集めてます。ね、スタヤ白馬店、レンタル料は、友達価格でゼロ。おなしで貸すよ。うわぁ、ね、カリパク、カリパク。それはダメ、それはダメ。それはダメです。おすすめは、おすすめ、最近の、最近の、最近のおすすめ、うん、最近買ったやつは、うん、劇団新幹線のメタルマクベスのミュージカルの DVD を買いました。長いな。しろもちゃん怖いやつばっかり見てる。あ、そうなの。そんなに怖いの見てないよ。いや、でも電気消して夜中の2時に一人では見る。あ、この間怖い、エクソシスト見たって言ってたよ。見た、エクソシスト見た。無理。大体なんか怖いやつ見たつぶやきをしてる、うん、怖いからついついつぶやいちゃう。いやー、怖いな。で、私の好きなのは映画です。映画ですね。はい、ももさん、ガでスタートしてください。突然、はい、ではですね、あずさちゃんはですね、私はまだ知り合って本当にまだ少しなんですけど、うん、頑張り屋さんです。頑張り屋っていう印象を受けました。頑張り屋さん、確かに、ね、頑張り屋。ちょっと前に皆さんと一緒にやったオレンジジュースの晩御飯、ね、朗読劇、ね、出てくれたから ね、その時にね、あのいろいろ役について語り合ったことがありまして、その時にね、もうすごくお母さんの役されてて、そう、お母さんについてね、お母さん役ね、すごくいろんな角度から研究されてて、ね、そうなんですよ。その時にね、頑張り屋さんだなって思ったよ。思ったよ。で、ももさんはどういう人なの。私は親父ギャグが大好きで、で、もう一個好き、最近いいなと思うのは、木が好きなんだって。漢字を再現しようと、木、うん、すごい、パキ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 ってきた。そうなの、木が大好き。木が大好きね。そうそう、でね、あの奥多摩の方に森林セラピーという、あのツアーをやってくれる場所、期間もあるみたいで、そう、テレビで、ね、紹介されてたんですけど、そう、それに行きたね。気になる、行きたい、気になる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 、だからね、そうそう、皆さんにもぜひね、あのおすすめしたいななんて、はい、なんか
マイナスイオンもたっぷりでいい感じ、ね、いい感じです ね, ですよね。ちょっと検索してみます。そうなんですよ、ね、はい、ね、はい、ぜひぜひ、はい、というわけで、はい、というわけで、はい、好きなのは木、はい、じゃあともちゃん木から始まるよ。木をいただいたので、はい、いやもうほらこの、うん、このこの感じ見てください。気持ち悪いですよ。このちょっとねもうちょっと近くに寄せてあげたいけど、ね、このキラキラお目目のキラキラお目目、はい、キラキラお目目で来ました。眩しいももさんです。眩しいももさん、あもう完璧だ。完璧完璧完璧だ。自分に寄ってるっていうももさん、本当にね、うん、もういつもこう、うん、あーっていう感じ で、ね、見てくれるんで、うん、すごいもうマイナスイオンが、あ、木だから、そうだからマイナスイオンが出てたっぷりなんだ。桃さん自体がね感じてる常に、ありがとう。マイナスイオンの女ね、いいね、マイナスイオンですよ ね、 ね、そばに寄りたくなるね、うんうん、すごい気になる女、気になる女、いいね、気になる女。みんな言いたい放題じゃん。キャッチフレーズ気になる女。トムは、トムの、はい、あ、そうですね、本当にここ2週間ぐらいで、うん、髪の毛がまずオレンジになり、うん、そこからピンクになり、うん、あ、ピンク見てないよ。ピンク見、この間のあれです。あれがまあちょっと抜けかけてて、ピンクとオレンジみたいな感じで、それをちょっとおとなしくするために今これですね。ちょっと赤っぽくなった。したんだ。これでもおとなしくした方なんですね。はい。そうなんだ。っていう、まあ、本当に。え？何色を入れたの？これはね、ココナッツ、うん、スブラウンを入れて、入れてもあのピンクからだからここまでしか戻らないという。ココナッツブラウンとはね、色っていう、まあそう、うん、そういう自由に自由な感じ、自由に行きたいっていうのを髪の毛の色でしょ。ココナッツブラウン、いいね。縛られないぞと初めて聞いた色だった。はい、はい、そんな時間がない、時間がない。で、ともちゃんが何で終わったのかな。自分の好きな食べ物はアイスっていうので、サリーさんに次行こうとした。次はお話のコーナーです。今日のお話は親指姫です。記念すべき初回放送の絵はハッピー太陽画家の小草明子さん、音楽は狩原陽介さんです。それでは始まり始まり、親指姫。昔々一人ぼっちの女の人が魔法使いにお願いをしました。私には子供がいません。小さくても構わないので、可愛い女の子が欲しいのです。すると魔法使いは種を一粒くれました。これを育てれば願いが叶うだろう。女の人が種をまくと、たちまち芽が出て、つぼみが一つ膨らみました。まあ、なんて綺麗なつぼみでしょう。するとそのつぼみの中に小さな女の子が座っていたのです。はじめまして、あなたの名前は親指姫よ。女の人は小さな親指姫をそれはそれは大切に育てました。親指姫はお皿のプールで泳ぎ、葉っぱの船を漕ぎながら綺麗な声で歌いました。そして夜になるとくるみの殻のベッドで眠ります。お布団は花びらでした。さて、ある晩のことです。ヒキガエルのお母さんが寝ている親指姫を見つけました。あら、かわいい。息子のお嫁さんにちょうどいいわ。ゲロゲロ。ヒキガエルのお母さんは親指姫を連れていくと、スイレンの葉っぱに乗せました。さあ起きるんだよ。今日からお前は私の息子のお嫁さんだよ。そしてこの沼がお前の家さ、いいところだろ。息子を連れてくるからここにいるんだよ。ケロケロ。ヒキガエルのお母さんはそう言ってどこかへ行ってしまいました。一人残された親指姫はしくしくと泣き出しました。ヒキガエルのお嫁さんなんて嫌よ。泥の沼も嫌いだわ。するとその声を聞いた魚たちが集まり、かわいそうに、あのヒキガエルのお嫁さんだなんて、ねえ逃がしてやろうよと、睡蓮の茎を噛み切ってくれました。ありがとう、魚さん。茎を切られた睡蓮の葉っぱは水の流れに流れていきます。親指姫は飛んでいた蝶にお願いして葉っぱを引っ張ってもらいました。蝶のおかげで
葉っぱはどんどん川を下っていきます。するとそれをコガネムシが見つけました。おや、珍しい虫がいるぞ。コガネムシは親指姫を捕まえると森の奥へと連れて行ってしまいました。おかげで親指姫は森の奥で一人暮らしです。親指姫は花の蜜を食べて、草にたまった露を飲んで、葉っぱにくるまって眠ります。やがて冬が来て、空から雪が降ってきました。ああ、なんて寒いのかしら。寒さに震えながら歩いていた親指姫は、野ネズミの家を見つけました。あの、寒さで困っています。どうか中へ入れてくれませんか。親指姫が声をかけると、野ネズミのおばさんが出てきて言いました。おやおや、かわいそうに。さ、中はあったかいし、食べ物もたくさんあるよ。遠慮せずにいつまでもいるといいよ。こうして親指姫は野ネズミのおばさんと一緒に暮らすことになりました。さて、野ネズミの家のさらに地面の奥にはお金持ちのモグラが住んでいました。なんてかわいい娘だろう。親指姫を気に入ったモグラは毎日遊びに来ます。ある日のこと、親指姫は怪我をして倒れているツバメを見つけました。優しい親指姫は毎日ツバメの世話をしました。どうか元気になって、もう一度歌って。私、あなたの歌が大好きよ。春になり、すっかり元気になったツバメが親指姫に言いました。あなたのおかげでまた飛べるようになりました。さあ、一緒に南の国へ行きましょう。南の国はとってもいいところですよ。ありがとう。でも行けないわ。どうして？だって私がいなくなったら、お世話になった野ネズミのおばさんが寂しがります。そうですか。ではさようなら。ツバメが親指姫に礼を言うと、南の国へ飛んでいきました。夏が来ると、野ネズミのおばさんが言いました。親指姫や、いい話ですよ。なんとお金持ちのモグラさんがあなたをお嫁に欲しいんですって。よかったね、モグラさんに気に入ってもらって。秋になったらモグラさんと結婚するのですよ。親指姫はびっくりしました。モグラは嫌いではありませんが、モグラと結婚したらずっと地面の底で暮らさなければなりません。モグラはお日様も花も大嫌いだからです。夏の終わりの日、親指姫は野原で言いました。さようならお日様、さようならお花さんたち。私は地面の底に行って、もう二度とあなたたちに会えません。親指姫は悲しくなって泣き出しました。その時、空の上から聞き覚えのある声が聞こえました。親指姫、お迎えに来ましたよ。あの時助けたツバメが飛んできたのです。聞きましたよ、モグラがあなたをお嫁さんにしたいと。さあ、今度こそ一緒に行きましょう。ええ、行きましょう。ツバメは親指姫を背中に乗せて大空を飛んでいきました。何日も何日も南へ飛んで、着いたのはお花の国です。ツバメは花の上に親指姫を下ろしました。花の上には親指姫と同じくらいの大きさの男の子が立っていました。ようこそ、かわいい娘さん。この男の子は花の国の王子様です。さあ、これをどうぞ。王子様は親指姫の背中に羽をつけてくれました。それから親指姫は花の国の王子と結婚しました。二人は花から花へと飛び回りながら、いつまでも幸せに暮らしました。
今日は親指姫でした。可愛かった。いや、さすがみんな声優だよね。いや、今日役柄一番多くて大変だったのはユーカリンか。7役ユーカリン7役か。7役。いや、あれ喉壊すやつ。やりこなしたね。いや、さすがでした、さすがでした。お疲れ様。それで実はね、さっき の、 あの自己紹介のところでこぼれた話がありまして、ね、ももさんが木、うん、木ということで、はい、実は木になるように何かを育ててる人がいるね。誰よ。いるね。いるね。誰だ誰だ。アボカド。何それは。なんか苗を買ってきてとかそういうんじゃなくてだよね。あ、アボカド普通に食べて、食べて種がもったいないから、種もったいないから、水につけておくと2週間ぐらいで芽が出ます。あ、本当に。はい。今は、今はちょっとこうちょろってなってます。本当に。じゃあ芽が出て木になるまで頑張って育ってる。何年も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 木になる。木になるんだ。気になるからぜひ育ててみてください。わかりました。ねえ、アボカドね。あ、無理だ、アボカド無理だ。大嫌い。アボカド大嫌いだから。アボカド嫌いというね。でもね、1個だけじゃないんだよ。え、2個育ててるんだ。2個2個目。それは2個育てたらアボカドランド。いやユーカリンのところにトントンって言ってもらわないとね、タネ。もらわない。タネ。ブチ。ナエ。トムちゃん。はい、次はエンディング。はい、サリーズムギフトオブボイスエンディングです。早くも。早い。もういろんなこと話したかったのに、今 CM の間はタネトークでしたね。タネトーク。なんかスイカの種とかメロンの種とかね、いろいろ植えれば、とりあえず植えれば芽が出るよっていうね、気になる話でしたね。それでそれで、そのこれからアシスタントとしてこうローテーションでみんなに出てもらうから、はい、ね、さっきみたいにこう朗読の後の時間って多分2分くらい空く時が多いのね。で、まあ、2分だとちょっと朗読が長い時もあるから、約1分半90秒で、こう皆さんアシスタントに出た時にそれぞれ自分のコーナーを持ったらどうかなと思って。だユーカリンだったらそうアボガドランドとか。やだやだ、もっと違うこと話したい。なんかウサギの服の作り方とかさ、なんかね、そうナッツちゃんだったら消防署のなんか詳しく説明してくれるとかさ、シャープ7119緊急時にはアッツちゃんに相談してみたいな。相談されたら分かんない。なんかそういうコーナーを設けたらどうかなと思ったから、なんかみんなそれぞれ考えてきてもらったらなっていう話をね。宿題やるなよ。宿題宿題みたいな感じ。そうそう、宿題でも大体この辺は決まってて。決まってない。アボカドなんでしょ。やだ。親父ギャグ。親父ギャグ。親父ギャグ。あとね、ももさんはね、あのツイッターでとっても素敵なおやつがポエムっていうのを流してるんですよ。あの番組ページの方に、あの皆さんのツイッターのね、あのアカウントも載せてあるので、ぜひあの一度こうクリックしていただきたいなと思うんですが、そう、おやすみポエムもね、すごい癒されるから、それのご紹介でもし、トムちゃんは髪の毛の染め方？ちょっと髪の毛はね、もう落ち着くと思うんで、もう落ち着くと思うんで、もう落ち着く。じゃあどうする？コーヒーとか。宿題。え？あ、そうそう、トムちゃんはあれだ、コーヒーのあれが上手なんだ、あれってなんだけど、あと。ラテアート。誰でもできるんで。できない。それもね、上手だしね。だそういうことで、なんか自分のなんかこう、あの紹介できるような。宿題やったコーナー、自分のコーナー、宿題。ゆっかちゃんもね、ね、いろいろ、そう、今日はいないけど、そういうことになりました。ゆっかちゃん宿題だよ、覚えててね。はいはい、時間なくなる。はい、次回はですね、6月22日の放送です。このメンバーのね、ローテーションでお届けしていきたいと思います。次回はトムちゃん、多分間に合えば。で、そうですね、でゲストリレーのトップの方を今度はね、ご紹介していきたいと思います。どなたになるでしょうか、お楽しみに。そして番組プロデューサーは池田さんでした。サリーズムギフトオブボイス、どうぞよろしくお願いいたします。また次回もお楽しみに。